はい、どうもこんにちは。バトルフィールド5プレイしていきます。でね、やっとね取ったんですよ、この STG44 のゴールドプレート全セットアンロックしたんでね、早速ねつけていきましょう。まあかっこいいかって言われたらね、ちょっと微妙なんだけどね、おもちゃっぽくて、まあ、やっと揃ったってことでね。さあ今回チームデスマッチツイステッドスティールでプレイしていく。最近ねドミネーションとコンクエストメインだったんだけど、なんかやっぱりねドミネーションだとね飛行機が強いんだよね、まあ、爆撃、まあ、対策すればなんとかなるんだけど爆撃機が強いのと、まあ、ドミネーションやってでもね結構陣取り合戦ばっかりでね、なかなか戦闘が発生しない。なので私は最近チームデスマッチ遊んでる。チームデスマッチの面白いところってね、マップの至るところを使うからね、すごく緊張感があって面白いんだよね。ドミネーションだとやっぱり旗のあるところの周辺にしか、なんか戦闘とか起きないんだよね。なんかちゃんと作り込まれてるマップの至るところは全然使えてないんだよね。まあ一方ね、チームデスマッチはどこから敵が出てきてもおかしくないんでね、結構緊張感のある、しかも街とかもねできるしね、こんな感じでもう点でエイムして狙うみたいな。でこのマップがね、なんか続けサバゲーやってるみたいで面白いんだよね。サバゲーっぽくない？これなんかこのね、点みたいな敵を見つけてこれで射撃していく、めっちゃ面白いんだよな。このマップでチームデスマッチすげえ楽しいんだけど、草とかもあってさ、ちゃんとおお、ぶちまけた、マジか。いや頭持ってた方がよかったね。緊張感があって面白いっすよこのマップ。このね、沼で木が生い茂って、やっぱバトルフィールドはねこうでなくちゃね、こういうマップがいいんですよ。お、いた、よーし、頭抜いていく。頭じゃないか、ちょっと下がっとくか。あ、奥にいるね。さあ横から見ていきたい。あ、泳いでる泳いでる。よし、一方的に倒せるなこれで。おっと、手前奥にもいる、やばい、3人いる、きついか3人はきついぞ。さてどうすかな、ここから湧くか。結構グレーゾーン多いな。これとりあえずこいつを助けて、あー、このまっすぐ前もう敵いるな、横から突きっていこうか。でここでちょっと定点狩りをしたいが、敵の場所がいまいちよくわからないんで。お、いたいたいた、結構いるね。しかもこっち見られてないよ。さあ後ろに回復薬あるんで、まだしばらくここで戦っていきましょう。いた、よし。左の敵どうなった、一掃したか。まだいる、あ、いるね、いるいるいる。よし倒した、楽しいこれ、超楽しいんだけどこれ。あ、いた、く、逃したか。右に2人いる、あ、結構いるね。いた、よしよし、やば、あー、やられたか。ちょっと逃げんのが遅かったね、味方が近くにいないんで。もう一回湧こう。後ろで湧くか。右側の、あー、どっち、左、左行くか。左から回ってこうかな。まあ、なるべくね、撃ったら位置がバレちゃうんでね、なるべくこうやって回っていって、横を取りたいね。いた。こんな感じで、横を取っていく。あー、スナイパーがいるな。まあね、横を取るの結構難しいんだよね、回復できないから。いた、よし、タップ打ちしていく。遠いな、ちょっと味方生き返してあげたいけど。あ、まだいるな、よし、頭抜いた。いやこれ結構ね、 STG もねこうやって振ろうとしたら、あー、ダメか、後半ブレるんだけど、タップ打ちだとね結構当たってくれるね。高速タップ打ちすると結構レーザービーム風に飛んでくんでね、もう狙ったとこにしか飛ばない。
ここから先グレーゾーンだな。あんまり戦線を上げて、とは言っても中心に位置しているぞ。どこだ？あ、そっち？ここはあまり出たくないな。あ、ファイダーがフラッシュが見えるんで、撃っていく。よし、いいね。ダブルキル。さあ、まだいる。よし、倒した。まだいるね。まだ赤点が見える。ああ、これ危ないかな。ちょっと危ないな、こう。さっと当たっちゃおう。右から爆弾来た。いるね。右の方いるけど、ちょっと回ろっか。背中、いた。よし。あ、正面。回復入れて、ちょっと回復のところ、占拠したい。あ、まずいな。これやめよう。無理しない方がいい。で、回復のとこまで来て、結構味方がいるな。詰めるか。距離を詰めていきましょう。この辺で、おっと、近い。近いな。近いぞ、近いぞ。あ、目の前。よし。これは味方。あ、先にやんなきゃダメだな。うわ、負けた。ルイス感か。もう向こう一人じゃなかったね。で、93対116。負けてますね。どっからこう、ランダム空きしようかな。まあ、奥、左側ちょっとわかんないな。この195の方向ちょっと攻めていきましょうか。赤点一つ。目の前に敵がいるぞ。味方が交戦してくれてるんで。よし、狙いやすい。いいね。いや、チームデスマッチもね、面白いね、やっぱり。あ、バトルフィールド1の時も確かチームデスマッチ結構やってたんだよ。ドミネーションとチームデスマッチだね。なんか乗り物ね、あんま好きじゃないから。なんか乗り物に蹂躙されるのが好きじゃないんだよね。なんで歩兵戦ばっかやってましたね。まあただ今回ね、まあ、爆撃機がすごい強いってのは分かったんだけど、まあ自分が爆撃機に今度乗ってみようかなとは思いますね。あんまり飛行機使わないんでね。たまには乗り物でもね、楽しまないと。バトルフィールド5の全てを楽しんだとは、ね、言えないんでね。あ、奥か。どうしよう。奥。いや、横から入れるか。横から入れていく。一人。さあ、二人。ああ、間に合わない。あ、左車線通ってたか。いやー、いいね。楽しいわ、これ。このマップでチームデスマッチすげえ楽しいんだけど。まあ、マップ、好きなマップはね、デバステーションが結構好きだね。なんかコンクエストも、ドミネーションもデバステーションは結構面白いね。あそこのマップはなんかバランスがいい感じがしてて。まあ、エアロドローンとかはね、ダメかな、ちょっと。あと、花田もダメだね。あれの、コンクエは本当にひどい。なんか全然面白くなかったな。もうちょっとね、なんか、歩兵が活躍できるような感じにしてほしいというか、バランスが結構ね、悪かったね、あれは。いた！おっと？逃したか。さあ、L 字取って。あ、まずい、これ。ちょっとやらかした。クソエイムやらかした。味方やってくれたかな、これは。さあ、後ろ回って、まだいる。おっと？どこだ？おっ、手前か。はい、やっていく。で、起こしてるね。あ、起こした方がいいかな。ちょっと起こしておく。あ、味方がね、起こしてくれたんで、譲りましょう。で、かわしていくと。完璧ですね、これ。こっち、いるの？あ、なんか撃ってる。こっちの方に撃ってるよ。全然見えない。いいかな？いや、赤点あるんけど、ちょっとね、後ろのグレーの方が気になる。さあ、ど真ん中。ちょっと待って、いる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 。すげえ近くにいる。どこだ？
いた。うわ、何それ、対人地雷だ。久々に食らったなこれ。対人地雷久々に食らったよ。くそさあどうする。あ、結構味方散らばってるね。左上かな、待ってよ、バッテンが右上。あ、赤点の方行くか、赤点の方行こう。あ、こっから先やばいね、こっから先がやばい。慎重に、勘違いか、勘違いっぽいね。あ、正面いるけど味方やられたな。あ、光ってる光ってる光ってる。おお、スナイパーをスナイピングしちゃったぜ。いや、 STG ね、いいね、強いね。あ、奥、はい、奥、もう当たんないか、さすがに。いた。あー、もう分かんないな、見えない。あれ、これ当たってないの。 Z129 ってなんだ。43対80か。これ厳しいな。チームデスマッチってね、あんまり覆んないんだよね、戦況が。もうじんわりじんわり話されてくって感じで、なんか勝ち目がな。よっぽどなんか一人が頑張って挽回とかしたら変わるんだろうけど。ここ危ないな。いや、当たったけど、ちょっとわかんないわ。いた。よし、あっち行こう。あっちを攻めていこうぜ。回復入れて。いた。アシスト。あー、奥だな。橋の方にいっぱいいるな、これは。橋の方だな。お、弾2つ拾って。大の字になって死んでる。いや、ほんとな、これサバゲーやってるような感じで。まあ、サバゲーやったことないけどね。サバゲーは小学生の頃、小学校の頃しかやったことないけどさ。なんかね、よく YouTube とかでサバゲー動画とか見るんだけど、あんな感じだよね。お、敵が近い。さあ、奥、スナイプして。おっと、あ、すげえいる、すげえいる。あ、ここダメか。二人から射線通しちゃまずいか。やっぱね、この草のね、マップって難しいんだよね。どうやって車線切るかっていうのがね。まあ、岩とか分かりやすいものがあればいいんだけど。今なんか敵がいたような気がしたが。勘違いかな。なんか、ああ、でも倒してくれたんか。大丈夫か、したら。ああ、まあ赤いな。結構赤いぞ。いや、これ。攻めにくい、この場所は。いや、これバレるな、撃たれるな、撃たれた。違うとこから距離詰めないときついかな。ちょっと詰める、距離を詰めて。これスポットされてんのはいいけど、ちょっと見えないな。さらに距離を詰めていく、いいね。で、スポットされてたらしい位置に合わせるかもわかんない。さあ、また同じとこまで来たぞ。いた、奥。よし、一人。一人やって。さあ、正面。正面一人やって。あ、左。あ、左行けないか。行けそうだったけどな。もうちょっとね、頭の方に照準を持っていきたい。11対52か。そんななんか負けてる感じしなかったけどね。意外と差がついちゃってますな。結構ついてるよね、これ。0対50になりそうだ、これ。さあ、左から赤点の方に向かっていく。おっと？もうわかんない。敵が見えない。ああ、終わった。終わったか。負けたよ、0対51で。30キルした。
ふう、いや、面白いっすね。チームデスマッチ、このマップめっちゃ面白いんでね。ちょっとみんなも、このマップでチームデスマッチやってほしいですね。ドミネーションとかコンクエストとは違った楽しさがあっていいな。まあ、緊張感があっていいですね。さて、そんな感じで、STG44 をね、全身金ピカにしたんでね、そろそろ次の映画でもやろうかなって思ってます。では今日は以上、また次の動画でお会いしましょう。